アルプスアルパイン株式会社は、日本の電子部品、音響機器、カーナビゲーションを製造販売する大手企業である。自作ラジオ愛好家にとっては、往年のバリコンメーカーとして有名。同社製の各種エアバリコンは生産終了から久しくなった今日も、なお中古品が高値で売買されるなど根強い人気がある。熱転写プリンターを製造、販売していた。 金色が印刷できるなどの特徴で一定の評価を受けていた。また各種スイッチやエンコーダセンサ、チューナーや送受信ユニットといった高周波デバイス、光通信デバイス、タッチパネルやキーボードなどの入力デバイス、液晶表示素子、小型プリンタ、各種記憶媒体のスロットや3.5インチ、フロッピーディスクドライブ、コネクタなど IT 環境に 不可欠な電子部品も製造している。ノートパソコンに用いられるグライドポイントやスティックポインタはいずれも登録商標である。メカニカルキーボード愛好家にとっては往年のキースイッチメーカーとして有名。2020年にアルパイン株式会社が従来行ってきた社債情報機器事業を継承した。CI はパーフェクティングザート・オブエレクトロニクス。グループ企業には アルプス物流などがある。かつては TBS の日曜放談朝の情報番組でアルプス電気グループのテレビ CM を放送していた。アルプス山脈を背景にしたグループ会社の一覧が流れる。流れている曲は当初ザ・アルフィーの1987年発表のシングル百ャクやヤクやマイナスのカップリング曲ロングウェイトゥフリーダム 従業員には MT で配られていただった。その後は、同社のイメージソング、輝きに包まれてに変更され、同時期に、提供枠は、日本テレビのザ、ザサンデーへ移行した。ザサンデーに同後最初の1クールは、TBS 市長、番組時代同様アルプスの山を背景に、グループ会社表示の CM だったが、現在は、部品が擬人化されて会話する CM となっている。 一方で主要な生産拠点がある宮城県を放送エリアとする東北放送においてもイブニングニュース TBC や JNN フラッシュニュースの番組提供を行っている。なお、かつてアルプス電気システム機器事業部森岡工場が存在した時代には岩手県をエリアとする岩手放送においても JNN フラッシュニュースや岩手日報 IBC ニュースの番組提供を行っていた。 北米、南米欧州アセアンオセアニア中国、韓国。ありがとうございます。